こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では、ユニクロの話題の新作ボトムスであるタックワイドパンツ、こちらを実際に買ってきたので、皆さんに全力でですね、解説をしてみたいなと思っています。まあ、以前からですね、ユニクロのサイトの中で、これから発売予定のアイテムというところに、このタックワイドパンツがありまして、まあ、ずっと気になっていたんですね。まあ、ユニクロといえば、やっぱり定番的なアイテムが多いので、感動パンツのような細身のボトムスですとか、あとは 今日はですねスマートアンクルパンツのようにトレンド感はちょっとあるんだけどもややゆったりぐらいのものがメインとなっていて、まあ、なかなかですねワイドパンツみたいなものはユニクロよりも自由の方が強い印象だったんですねそこに昨年ですね登場したのが タックテーパードパンツというですね、名作のボトムスなんですね。僕も今履いているんですが、トレンド感のあるようなゆったりめのシルエットなんですけども、膝下から裾にかけて徐々にですね、細くなるようなテーパード型を取り入れているので、やぼったくなりすぎないというところが、一つのですね、ちょうどいいバランスを取れた名作のボトムスだったわけなんですが、そちらのボトムスをさらにアップデートした形で、今回タックワイドパンツというものがですね、登場したわけなんですね。まあ、実際にですね、皆さんにご紹介して 紹介したいなと思うんですが後ほどしっかりとですね着用した様子もお見せしたいなと思うんですがまあ、このようなボトムスになっていますもうパッと見の雰囲気からめちゃくちゃ良さそうなんですよねまあ、ワイドという名前がついているんですがそこまでですね思いっきりワイド感があるようなパンツではなくてユニクロらしい定番ベーシックさを抑えた上でのですねワイドパンツということでこれは使い勝手が良さそうかなと思っていますまあ、今回は前置きはこの辺りにしましてまあ実際にですねこちらのパンツを履いた状態 サイイズ感感でですすととととかかかかかどどどれぐららいいワドドなのののさらにははは素材の質感はどうかだとかタックテーパーパパンツとの違いはどこなのかこあたりについて、ま、徹底的に解説をしていきたいなと思っていますので、ぜひ最後までお楽しみいただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けて、メンツファッションの基本ですね、なるべくわかりやすく解説をしていますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速、行ってみましょう はい、ということで実際に履いてみましたが、いかがでしょうか 個人的にはかなりこれは名作のボトムスかなと思います。ちょっと一周回ってみますね。後ろから見た感じはこのような形になります。横から見るとこんな感じですね。そこまで太すぎないかなという印象かなと思います。ちなみに僕は身長164センチ、53キロと小柄な体型なんですが、こちらは XS を購入しました。トップスとかアウターに関してはちょっとゆとりを持ってきたいので、僕は普段 M を買うことが多いんですが、まあ、ボトムスに関しては あまりベルトとかをしたくないので、まあ、ジャストめに履くことが多いんですが XS でウエストもちょうどいいですし丈の長さなんですが裾上げは一切していない状態ですそのまま履いてもニューバランスと合わせた状態でちょっとワンクッションぐらい入るぐらいかなというところなので、まあ、すごくバランスもいいので非常にですね僕の体型にも合った一本に仕上がっているかなと思いますまあ、先ほどもお伝えしましたがワイドパンツということなんですけどもそこまでワイド感強くないかな と思うんですねいわゆるこうセレクトショップのオリジナルだとかあとはドメスティックブランドのワイドパンツってもっと大胆に太いものが多いんですがまあそれに比べるとユニクロらしいですね大人っぽさ定番を踏まえた上でのワイドパンツというところであまりですねやりすぎ感がないのが個人的には使い勝手がいいところかなと思っていますこれだったらワイドパンツってまだあまり履いたことがないよという方でも気軽にトライしやすいかなと思うんですね、まあ、ちなみに価格帯も3000 90円とというところなので、履いてみた感じなんですが、肌触りがめちゃくちゃ滑らかでいいんですよね。ストレスが全くないような肌触りで、これは履いていて気持ちがいいと思います。タックテーパードパンツもすごくいいんですが、秋冬バージョンは生地が結構厚めで、春夏バージョンは逆にかなり薄手なので、割とですね、この季節によってそれぞれ履き替えなくちゃいけないんですが、これだったら下手すれば 1> 1年中いいけるんじゃななのかなというとうころで、ズボラなななな僕ですすとととかかかあとはミニマリストのの方なんにににも非常に使いいいい勝手のいい一本になってるかなと思いますで腰回りに関しては今タックインわざとしているので見やすいかなと思うんですがここにですねタックが入ってるんですねまあ最近のボトムスはちょっとゆとりのあるものが増えていますがタックを入れることでよりトレンド感が出やすいかなと思うんですね決して腰回りも大きすぎないバランスになってるのも個人的には好きなポイントですねそしてドローコードもこちらついてる ここでウエストの調整ができるのも非常にありがたい点ですね。僕の場合、XS でもややゆとりがあるので、ドローコードでちょっと締めてあげるようにしています。で、サイドにはしっかりとゴムが入っていますので、このあたりもですね、ウエストの調整がしやすいというところですね。ちょっとウエストきついかなという時にも、ここのゴムでですね、調整ができるので非常にありがたい点かなと思います。ただ、このゴムに関しては、前には入ってなくて、サイドだけなので、まあ、このようにタックインをした時にも、前からゴム これががが見えちちゃうとととょっっ微妙なななんですすすタックンしした時ののの美しさも含めててごくバランスいいい仕上りか思ま素材の質感どこまで伝わりますかねすごいいいですよ。これまでのユニクロのボトムスの中でもかなりこれはいいんじゃないのかなと思います。余談ではあるんですが、ポリエステルはリサイクルの素材を使っているので、そのあたりも現代的な素材のアプローチになっているのかなというふうに思っています。で、タックテーパードパンツと比べるとシルエットですね。まあ いわゆるですね、膝下からですね、裾にかけてのバランスが変わってきて、まあ、こちらのタックワイドパンツに関しては、テーパードがかかってないので、ストンと落ちるようなシルエットになってるんですね。このあたりは結構違いが出るかなと思うんですが、タックテーパードパンツの方が、裾幅もですね、2センチぐらい細くなっているんですね。で、こっちの方がレギュラーパンツのようにストンと落ちるので、まあ、ここで何がいいかというと、今トレンド感あるようなスニーカー、例えばニューバランスですね、結構 こうですね、ボリュームがあるんですね。で、こも高かったりするので、テーパードパンツで裾が細くなってると、ちょうどですね、収まりが良くなかったりすることがあるんですけども、裾幅がしっかりと広いことで、ちゃんとニューバランスの甲の部分が隠れて、歩いていてもかっこ悪いことにならないというところが、個人的には嬉しい点かなと思っています。まあ、ニューバランスですとか、他オネオネですとか、ボリューム感のあるスニーカーたくさんありますが、まあ、そういったものとも相性がいいですね。裾 幅になってるのも個人的にはすごくありがたいポイントかなと思いますですので僕はガンガンニューバランスのスニーカーと合わせたいなと思うんですがあとはまあもちろんこういったジャーマントレーナーみたいなシンプルな白レザースニーカー系もですね相性いいのでちょっと履いてみますね はい、こんな感じですかね。もちろんですね、こういった白レザースニーカー系でも相性がいいので、まあ、様々なスニーカーと合わせていただきたいなと思うんですね。まあ、その長さに関しては、ハーフクッションかワンクッションぐらいですね。まあ、それぐらいがちょうど収まりがいいかなと思います。まあ、ちょっと前までですね、結構おしゃれ上級者の方の間で、そうですね、長くとって結構クシュクシュっとですね、溜めて履くような着こなしが流行った時もあったんですが、まあ、大人の男性であれば、そこまでですね、クッションは強く出さない 方がいいかなと思いますまあ、僕の場合は結構ギリでまあ、このまま履いてもいいですしまあ、やってもですね1.5センチから2センチ前後ぐらいですかねそれぐらい短くするとまあ、さらに収まりが良くなるかなと思いますまあ、ノークッションよりはハーフクッションぐらいが今の空気感には合ってるかなと思うのでまあ、一つ裾上げの参考にしていただきたいなと思っていますこれは使い勝手めちゃくちゃいいんじゃないでしょうかね個人的にはユニクロのボトムスの中でも本当にですね傑作だと思います ただ、万人向けのボトムスでないことは間違いがなくて、あくまでおしゃれが好きな中級者ぐらいの方に向けたボトムスだとは思っているんですね。まあ、ワイドパンツというと、やっぱりトレンド感が強いボトムスなので、ちょっと見られないなという方もいらっしゃると思います。そういった場合はですね、もう無理をして履く必要はなくて、スマートアンクルパンツだとか、グローバルワークのアーバンスラックスだとか、この辺りのボトムスの方が、まあ、馴染みがあるかなと思いますし、まあ、スタイルもよく見えるものが多かったでするので、その辺りはまず試着 をししてててみみでですすすねね感覚に合うううかかかどというとと、ね、といいかなと思いいころ確認るな思ます一方で、今までいろんなファッションを経験されてきた方ですとか、まあ、セレクトショップのオリジナルだとか、ドメスティックブランドのパンツ、すごく欲しいんだけども、ちょっと高いよなという方には、このボトムスはもう間違いなく使えるかなと思いますね。まあ、僕自身もこのあたりのシルエットを待ち望んでいたので、これは2、3本あってもいいぐらいですね、マストバイのアイテムになってるかなと思っています。今はですね、なるべくわかりやすいように着こなしシンプルにして いまして白 T をタックインしてその上にですねカーディガンを着てるんですが、まあ、このようなすごくシンプルな着こなしでもボトムスにちょっとゆとりがあるだけで今っぽさって出せるんですよねあとは先ほどのようにニューバランスを履いたりだとかアウターにボリューム感を出してさらにトレンド感を出したりだとかいろんな着こなしができるかなと思うので、まあ、せっかくなのでこのボトムスを使ったコーディネート一つだけですねご紹介をしてみたいと思います はい、ということで、上をですね、ちょっと着替えてみましたが、どうでしょうか先ほどはカーディガンを着ていたんですが、今度はですね、こういったデニム素材のですね、ユーティリティジャケットですね。これまたユニコーンの新作なんですが、こういったものを着ると、だいぶ印象が変わってくるかなと思います。まあ、デニム自体が結構カジュアルな素材使いなので、まあ、そういったものを着た時には、ボトムスはブラックで引き締めてあげると、まあ、バランスがいいわけなんですが、このボトムスのシルエットがタイトなのか、ちょっとワイドなのかで、 全然雰囲気は変わるかなと思うんんですねもちろんこの着ここなしにブラックのののスキニーとかでででも成立はすすするんですが今っぽいトレンド感を出すのであればこのようなタックワイドパンツが非常に便利かなというふうに思っています。トップスとボトムスはバランスは変わんないんですが、まあ、このようにタックインするときにはベルトを入れてあげるとすごくバランスがいいかなと思います。これはですね、結構長年使用している J&M というですね、ブランドのメッシュベルトなんですが、もう10年ぐらい使っているようなアイテムですかね。まあ、特にメッシュベルト ベルト系が結構相性がいいかなと思うので、まあぜひですね皆さんもボトムスにはこういったベルトを合わせていただければなと思っています。本当にこのボトムス1本あればトップスはいろんなもの合いやすいと思いますし、トレンド感が一発で出しやすいかなと思うので、ぜひ皆さんもトライをしていただきたいなと思っています。 はい、ということでいかがでしたでしょうか今回の動画ではユニクロの新作となるタックワイドパンツですね。こちらを実際に買って皆さんに全力でレビューをさせていただきました。えー、結論言うとですね、もうめちゃくちゃ良かったです。これまで色々とユニクロのボトムスを履いてきた中でもベストに近いようなアイテムだったと思っています。まずは素材感ですね。上品な質感と、あとはオールシーズン使えるような適度な厚み。ここは最高でした。あとはシルエットに関してはワイドなんだけどもワイドすぎないような 非常にバランスを取れたシルエットであるということこのあたりも素晴らしかったですそれでいて価格帯は3990円ということでもうコストパフォーマンスも最強なので、まあ、これに勝るようなボトムスは本当になかなか出てこないかなというぐらいですね完成度が非常に高いかなと思いますただやっぱり注意点としては誰にでも似合うボトムスというわけではなくてある程度トレンド感の強い着こなしが好きな方にはハマりやすいかなと思うんですがおしゃれ初級者の方にはちょっとですねエッジが強いかなと思うのでそのあたりは実 実際に試着をしながら感覚に合うかどうかをまずは試してもらって、しっくりくる方は購入していただくのもいいと思いますし、まだ見慣れないな。という方は何度か試着をする中で、少しずつ慣れてきたらですね。トライをしてみるのもいいのかなという風に思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの今日ですね。なるべく分かりやすく解説をしたいなと思っているんですが、もう少し中級者向けのアイテムです。とか、コーディネートの解説に関しては僕がもう一つ運営してます。youtube のメンバーシップチャンネルの方で詳しく解説。 週に大体4本ぐらいのペースでオリジナルの動画をお届けしているのと、あとはですね、そのうち1本はライブ配信で皆さんのご質問に直接お答えをしていますので、気になる方は概要欄からチェックをしていただきたいなと思っています。また、普段なかなか動画をゆっくり見る時間がない方のために、オンラインサロンも運営をしています。そちらの方ではおすすめのアイテムですとかコーディネートを大体1分ぐらいで読めるような分量でサクッとまとめています。僕の方でも1日2回記事をアップしていまして、僕以外のスタイル スタイリストの方も記事を書いていますし参加者の皆さんも記事を書くことができるのでおしゃれが好きな男性が集まってワイワイと楽しむようなコミュニティになっています気になる方はこちらも概要欄からチェックしていただきたいなと思っています以上スタイリストの大山俊でしたまた次回の動画もお楽しみに